東健次郎は、イタリア在住の日本人の彫刻家。ミラノに在住し、中小作家として、国際的にも高い評価を受ける。作品に、MU、U、自悲心の美徳など、彫刻表面に腐食でできたようなくぼみをあしらう。作品に特徴がある。山形市生まれ、芋の屋の七人兄弟の次男。夜間中学中退後に、ヨカレン四岸入隊。 神風特攻隊になるが、抽選になり山形に復員、中学復学卒業後、東京芸術大学入学、東京芸大卒。芸大福祉を休職し、1956年に山形で初の個展を開催し、イタリアに留学、ブレラ美術学校でマリノマリーニに指示。1961年、ミラノで私5発の個展を開催した。 1963年、国立近代美術館賞。1964年、第7回、高村光太郎賞。1975年、十字架で、バチカン美術館の東洋人初のコレクションになる。第16回毎日芸術賞。ヨーロッパの彫刻展で、たびたび受賞。1999年、第30回、中原定次郎賞。 1995年、四十号賞を受賞。2001年に君四等局日賞受賞受賞。2016年10月14日から10月15日の間、ミラノの自宅で死去。90歳没。山形国際ドキュメンタリー映画祭のトロフィーのデザインを担当している。2003年の映画祭のカタログ、P14 には、小ア健次郎とあるが、 当時存命であり誤りである。ありがとうございます。